この仕事にはいろんな役割がある。優子さん、行ってくるね。あ、じゃあちょっと出てくるんで、あと頼んだよ。はい。お疲れ様です。施設長、これから高校で説明会なんだって。未来の社会人たちに介護や認知症について知ってもらいたいんだって。うん、さあさあ、終わらせますよ。はい。この施設をね、ユニット型にリニューアルしたのは施設長なの。職員たちと一緒に理想のケアを追求したいって。それからずっと経営の勉強もしてさ、理事長や幹部たちを何遍も何遍も説得して。全然知らない。あ、リーダー、ちょっと。はい。恵子さんの件、家族へ説明した？まだです。娘さんも心配で弱ってるだろうし、まあ、少しでも早く安心してもらいたいからさ。はい、取り急ぎ連絡します。よろしく。はい。お疲れ様です。お疲れ。はい。え、昨日ちょっと疲れた顔してたからさ、無理は禁物ですよ、この仕事は。はい。頑張ってね。はい、ありがとうございます。うん。こんにちは。かっちゃん相変わらず忙しそうね。かっちゃんって施設長のことですか？そうだよ、泣き虫かっちゃん。昔はね、嬉しいことがあるとすぐ泣いちゃって。想像できないです。今はみくちゃんたち成長を見るのが一番嬉しいんだって。地域を見て、そして未来を作る仕事。